亡命ロドリゲス。中日ではベテランばっかでリリーフをやらざるを得なかった。5年総額3200万ドル、約48億円で契約したウアンをキューバが生んだ最高の若手先発投手の一人、日本の中日ドラゴンズで救援投手としてスターとなり、23年にドミニカ共和国での居住権を得て FA として公示されたと紹介。中日では最優秀中継ぎ投手にも輝いたが、ロドリゲスは同サイトに先発として投げることがずっと好きだった、リリーフじゃなくなっても何も思わない、日本ではベテランの投手がたくさんいたからやらざるを得なかった、先発として初回から投げるとアドレナリンが出る、それが大好きなんだと先発へのこだわりを語った。先発でどんな成績を収めるか楽しみ。先発時代は2年ともチーム防御率より悪かったくせにな。舐めてるな。5回程度でガタが来て打たれるから適性見てリリーフになった、それがきたりとハマったおかげで最優秀中継ぎも取れた、なのにこいつはほんま。これを先発確約で取るとかメジャーのスカウトも大したことねえな。先発はかんかったけど中継ぎで1イニング集中させたら開花したんやなかったか。いやいや、先発ダメでリリーフで開花したやん、ここだけは落合コーチの功績なのに。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。